今の BG が終わる前に出たかったです。ありがとう。照れるぜ、静かにされると。なんだろうな、このツアーからすごく初めてポーズトーンを見ますっていう人はもちろん、初めてライブハウスに来ましたみたいな人がすごい増えてくれて、そういうなんか、まあ、レッグオーケーとか非常に明けすけなバンドで、いろんな人が入ってきてくれて、すごく嬉しく思ってます。全然今日初めて見て気に入ったって人も全然通って大丈夫です。9月7日に東京でワンマンあるんだけど、全然来てもうわ引くわとか全然思わない。大丈夫です。物販全部買いあさってもう買い占めてても全然大丈夫なので。昨今すごくモッシュとかダイブとか流行ってて、怪我をする人がフェスで出ちゃったりとか、でまあなんだろうな、フェスバブルではありますけど、あんまり今日みたいにね、なんかいい感じで踊ってるのはすごく好きなんですけど、まあ怪我するほど踊っちゃダメだよねっていうね。職業ダンサーじゃないんだから。でもなんだろう、まあ今日もう本当対マンでボーイング見てる時に、まあやっぱもうそのなんか暴れるとかじゃなくて音楽って素晴らしいよねって毎回思わせてくれる素敵な先輩で、なんだろうね、いい歌だよねってこう思いながら聴けるのすごく嬉しいし、今日みたいな、まあ企画に来てくれるみんなはね、ただこう暴れるんじゃないこう音楽の楽しみ方をすごい知ってるから、すごく毎回嬉しいです。本当にこんなたくさん集まってくれてすごく君たちセンスがいいと思う。ありがとう。じゃあ最後は全然暴れられない、踊れられないけどいい曲やります。今日どうもありがとう。
ありがとう。ご存でした。ありがとうございました。I love you!
10月を楽しみにしててください。本当にどうもありがとう。ありがとう。